しよう。この魚は、どこに送る？え？誰に？この魚は、やつやろ、インスタグラムで、知り合いが来たので、送ろうと思ってて。二日、ちょっと寝かした魚。ああ。二日寝かしたらなんか違う。やっぱり熟成する方が。ああ、はいはいはい。全然、甘みが出て美味しいし。あ、お吸い物に。うん、お汁物にしたら美味しい。はい、これ刺身で。刺身で。食べてもらったよね。そうね。うん。まあ、刺身以外でも。うんうん。炙って。炙って。炙り刺身。炙り刺身。ああ。そんな感じです。うん。どうでもいいけど、腕綺麗ね。これ脱毛いっとるな。前の。ね。あ、綺麗。そう。はいはいはい。これ固めです。この包丁って全然普通のやつと違うんですか？全然違う。全然違う。全然違う。みんな食らいつきが違うというか、うん、プロちゃうけど。全然。じゃあこの包丁は概要欄に貼っとくんで。ああ。そっからぜひ、ぜひぜひ買ってください。ぜひぜひ。さすが。あとこれはまあ。骨と骨の軟骨？うんうんうん。え、なんか正月とるけど。綺麗。盛り付けの仕方。オッケー。ちょっと。この包丁で。やりました。よっしゃ。はい。